もし犬をね、一匹しか飼えない、で、テディベアの見た目とかじゃなくて、うん、性格を選ぶなら、うん、どっちにする？だから活発系で散歩とかもできて、うん、家では静かだけど外に出ると吠える犬か、うん、そうそうそう、今テディの説明ね、うん、テディの、うん、家の中ではめっちゃうるさいけど、うん、外に出たら超みんなに可愛がってもらえて、うん、一切吠えなくて人懐っこくて懐かなくて、けど散歩とか全く遊ばない、うん、無理。でもどっちの良さも知っちゃったからごめんなさい。あのじゃあ全然話にならない全然そのごめんなさいとかって不純だったらどっち？俺は考えやすい、ちょっと、うん、どっちかを引き取るならって考えてるから、うんうんうん、デリーかな。うーん、やっぱベアは本当に吠える箇所が多いの、うんうんうん、まずピンポン、うん、ピンポンでめっちゃ吠える、うん、もう本当にもうやめてぐらい吠える。で人が帰るとき、でも家出るときも本当に吠える。でもあれだよ、デリーはマーキングすごいです、ベアは絶対におしっこうんこ失敗しません。確かに。ベアの方が圧倒的頭いい、何でもできる、うん、もうダメって言ったら怒ったらすぐ反省するし、うん、テディはもう机の上まで全部登ってもうやらかしてやりますからね。はい、どっち？いやちょっと待って何お前のはいどっち早すぎない聞くの。でも確かにテディ預かった時も、うん、いたずらは全部こいつだ。そういえば大変でしょ、もう超大変。だからもうほんとまっすぐなやつなんだけども、もうアホアホ、ほんとにアホだテディ。あでもこのアホが可愛いんだよね、逆に言うとね、うん、逆にね、うん、そうなの、そう逆に言うと悪くは言ってないどっちも。そうでテディは外の人にめっちゃ吠えるから、テディの悪いとこ出てくるんだいやだからまあとりあえずテディを選んだから、うん、ベアの権利もさ、うんたくさん欲しいじゃん。ベアの権利もたくさん欲しい、うん、意味わかんないこと言ってんなお前だからテディは外でめっちゃ人に吠えたり他の犬と仲良くなれないとかあって、なんか近づいてこない普通に。確かに確かに確かに。ベアはベア持ってる時でも自分がアイドルになったかようにみんな言ってくる、そのうち、うん、だからアクアを飼うか、うん、愛を飼うかね。あーそう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 、アクアも尖ってるもんね、うん、ほんと怖いもんね、うん、愛愛だでも愛も大変ですよ、うん、何何まずめっちゃ吠えるね、ま、もうほんと吠えるね、ほんとにアヤがいくら言ってもこれだけは治んない、うん、だしほんとに寂しがり屋さん、あとはもうずっと撫でないといけない、うん、あとはあんまないかも、ベアの悪いところ。じゃあベア吠えるぐらいでも吠えるって結構さ、テディのいろんなダメなところを同じぐらいになるぐらい嫌なことじゃん。嫌なこと、アヤもほんとに怒るもんね、うん、本当にうちみたいなね。だからお父さんとお母さんも話してるじゃない、うん、いやもしアヤと純平どっちが産むならどっちいやでもアヤは本当になんかカリスマだけど面倒いよねアヤ、うるさいよねアヤは。純平育てやすい純平は本当育てやすいってなっ、うん、けどマジモテないよね。いやモテないの関係ない、モテるビジュアルも関係ないよ、遺伝のせいだし純平だったらどっち、自分を産むかアヤを産むか。アヤなんで？ん？なんで？でもあれめっちゃ大変じゃん。めっちゃ大変、こいつはめっちゃ大変なんだけど、大変な時期を、ま、知ってるから、うん、あれだけど、でも今ね、うん、大人のこの年になって22歳と25歳になってみて、俺も本当に家族大好きだし、うん、もう親のことも大好き、うん、だけど、アヤの方が親のことを大切にしてる感ある。うん、まあテディベアがいるから会う機会がアヤの方がめっちゃ多いってのもあるけど、うん、やっぱ俺実家とか帰っても、うん、ご飯作っといてとかご飯食べるとかなんない、うん、実家帰って1時間ちょっと喋ってじゃあ帰るわ、えマジでって感じなの。お風呂まで入ってじゃん、お風呂まで入ってちょっとマジで本当に実家の生活体験して、うん、それはやっぱ家好きだなーって思う。だって今でも実家戻れるもん。はやでしょ、実家の生活に戻れって言ったら。そうだからそれ考えるとこれはもう親は分かんない部分だけどさ、アヤの方が親のことを好きなのかなっていう。絶対そうね、うん、でも俺も好きなんだよもちろんっていうのがあって、アヤかな、あと稼ぎ頭だし、頭にすんだよアヤ仲間地区の稼ぎ頭だから